こんにちは。フードスタジアム東北編集長の澤田です。今日は国分町2丁目にある酒炭魚佐々木さんにお邪魔しております。佐々木社長、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。オープンが1年8ヶ月前ですね。去年の2月、2016年の2月。はい、はい。こちら独立して一番最初のお店。はい、そうです。この炭火焼きと日本酒ということで、はい、まあ、メニュー見るといろいろ海産物とかも多くありますけれど、はい、ね、まあ、元々こういう、まあ、メニュー構成とかっていうのは決めてたんですか？そうですね、ある程度食べ物の方は、ね、うん、元々寿司屋だったので、まあ、その魚介類をしっかり使いながら、うん、うん、はい、まあ、炭で焼いたりとかして美味しく提供できたらいいなと、はい、なるほど。もともとお寿司屋さんということはその飲食をスタートしたきっかけというか、そのスタートがお寿司屋さん。そうですね。最初からその飲食店をやろうと決めてたんですか？高校が調理科だったので、高校調理科出て、まあ、そのままお寿司屋さんに就職してたんですね。もう調理科をスタート、調理科からということは、はい、もう中学校にから高校にその調理科に行くときに、もうこれは料理の道に進むと。ではないですね。そこちょっと詳しく、はい、はい、まあ高校、まあ、中学校卒業するときに、はい、そうですね、高校、まああんまり学力が良くなかったので、そうなんですか。まあこの中で選べると言われたときに、うん、まあ近くに、はい、山形学院高校という、はい、しかもご飯が食べると、調理からご飯が食べると思いまして、で入ったんですけど、はい、はい、そこからまあやっていく中で、もともと料理が好きだったので、ああ、はい、そうなんですね。まあ、卒業するときに、うん、まあ、先生だからお寿司屋さんどうだってことを勧められて、はい、入社しましたので、ね、あ、なるほど。その調理科で3年間実習というか勉強されて、はい、で先生からその就職先として寿司屋さんを紹介された、はいはい、ああ、なるほど。もともと山形の方なんですか？そうですね、山形で、まあ、その兄弟が多かったので、まあ、はい、6人兄弟で、6人、いつも親がいない状態もあったので、はい、家で料理を作ることも多々あったんですけど、もともと料理はすごい好きで、はい、6人兄弟の何番目なんですか？3番目ですね。3番目、はい、もう兄弟で順番に料理を作るようになってた？いや、もう腹減ったら自分で作るですね。あと、まあ兄弟いれば兄弟の分も一緒に作ってみたりとかもあったし、じゃあもうその環境が佐々木社長をそうさせた。そうですね。山形学院高校を卒業されて、はい、すぐお寿司屋さん。そのお寿司屋さんはどちらのお寿司屋さんなんですか？寿司屋さんは寿司伝グループって言います。まあ、東京が本社の会社なんですけど、はい、はい、そちらの方に就職させていただきまして、うん、私が入ったお店は、はい、まあ、その白木のカウンターだったんですけど、はいはい、朝行くとその白木のカウンターをまずきれいに磨く作業から始まるんですね、一番最初。で、そのカウンターを最初クレンザーで磨くんですけど、はい、毎日、はい、毎日たわしで、はい、粒子の細かいクレンザーで全部見つけ台と、はい、お客様のカウンターで全部磨いて、はい、それを拭き取って、はい、それを牛乳、今度その後に牛乳でワックスをかけます。牛乳でワックスをかける、はい、はい、簡単に。初めて聞いた。臭くなったりしないですか？それをまた今度きれいに匂いが取れるまで全部拭き取る。え、はい、ただその牛乳の油分で膜ができるんで、カウンターが汚れづらくなるんですね。すごい、はい、それを毎日、2時間ぐらいかけて。2時間？ 2 時間かけるんですか？慣れてくると1時間ぐらいできます。入った頃は、2時間、2時間ぐらいかかってたかなと思いますね。うん、まあその人次第ではあるんでしょうけど、うん、やっぱり器用な人だともうすぐ板場に立つこともできましたし、はい、なかなかやっぱり仕事を覚えられなかったりだとか、はい、そうですね、やっぱりその先輩とか従業員の方たちとのコミュニケーションがうまく取れないっていうと、うん、やっぱりなかなかお客さんとの接客まではなかなか難しいのかなって思って、うん、ちなみに佐々木さんはどうだったんですか？僕は喋るのがすごい得意なんで、はい、結構
ちょっといろいろ先輩からも可愛がってもらえたのかなと思ってますけど、仕事とかも結構スムーズにいろいろ教えてもらったなっていうふうには、先輩にも恵まれてはいたんですけどね、やっぱり。最初はホールからスタートなんですか？そうですね、一番最初はもうホールからスタートして、そうですね、ドリンクですとか、あとホールの側の掃除だったりとか、はい、お客さんに対しての気遣いっていうか、はい、そういったように、ね、ホールからまず勉強しましたね。はい、それはやっぱ高校卒業だから18歳からですもんね。そうですね、はい、吸収力が抜群ですよね、その頃。まあ、ただその分やっぱり反発する部分もすごくいっぱいあったのかなと今でも思いますけどね。結構その先輩たちから言われたこととか、はい、その会社のルールとかっていうのはすぐにこう飲み込んで、はい、いけたんですか？そうです、僕はその頃は本当入ったばっかりの頃はとりあえずはいしかなかったので、あ、はい、言われたらはい、イエスしかなかったですね。すごい、はい、やれって言うとやりますし、あ、はい、すごいですね。なんかその姿勢はちょっと先輩たちからするとちょっと嬉しいというか、まあ、可愛いです。楽ですよね、ちょっとね、やっぱりね、楽というかおいいなって思いますよ、うんうんうん、ね、今思えば、うん、はい、自分の中ではもうそれしかないと思って。そうです、もう就職するときにもやるからいいや、もうとことんやろうって決めてたので、はい、もっとやっぱりお寿司屋さんすごい厳しいんだろうなって、もっと入ってきたら結構すごい親切で皆さん、はい、そういう中でやられたので、そういうところに関しての感謝と、はい、その分しっかりやらなくちゃいけないなっていうことはすごく思っていたので、はい、この寿司レイングループさんではどれくらいいらっしゃったんですか？10年いかないぐらいですね、9年ぐらいですかね、はい、なるほど。9年間ではそこで修行されて、はい、で寿司レグループではもう握れるところまで。そうですね、一応カウンターの方に入れさせていただいて、ずっとカウンターっていうわけでもなかったんですけど、そのやっぱり後輩がいたりいなかったりっていうのもあるので、まあ、裏の方行ったり来たりだとか。教育をする側にも立ったってことですか？そうですね、一応教育の側にありました。はい、なるほど。その教育するときに、その、まあ、今まで教わる側から教育する側に移動するじゃないですか、はいはい、その時にこう何か自分の中で変化ってありましたか？そうですね、変化というか、自分最初入ってきた時ってやっぱりすごい気持ちとかがあったので、まあ、とりあえず言われたらはいだったんですけど、はい、そのやっぱり後輩入ってくるとそうじゃない子もやっぱりいっぱいいる中で、それを見てとりあえずもうムカつくんですよ頭にくるというか、まずお前姿勢が違うよとそういうところ入ってくるとやっぱりすごい厳しくしてしまったりとかっていうのはすごくありましたね。はい、今思えばちょっとね、度が過ぎたこともすごくあっただろうし、すごく怒っちゃうこともあったし、って思うとそれでよかったのかなって思う時もいっぱいありますけどね。寿司レーングループさんを、まあ、27、8ぐらいで、はい、卒業されて、はい、その次は今度はどこに行かれたんですか？次はですね、九州料理なんですけども、はい、もつ鍋の専門店と、はい、馬肉の専門店がありまして、はい、そちらの方で働かせてもらってましたね。はい、また一気にこうガラッと変わりますが。そうですね、その、寿司屋何年かやってきて、もちろん寿司屋はすごい好きだったんですけど、はい、これ時代は肉に行くんじゃないのかなとお、はい、思いまして、はい、思い切ってちょうどその時お客様で来たそのね、もつ鍋のオーナーさんが声をかけてくれたので、はい、じゃあよろしくお願いしますと、なということで行きました。はい、そうか、自分の中でもその頃には独立するっていう思いはあったんですか？将来的にはやっぱり自分で何かをやりたいなっていうのは、まあ、漠然ではありますけど、思っていました。はい、そうすると、まあ寿司だけじゃなくていろんなことをちょっと学んでいこうというか、はい、そうですね、はい、独立のきっかけを教えてください。はい、独立のきっかけはですね、まあ、前々から自分で何かやりたいなと、独立はしたいなとは思っていたんですけども、私の場合すごい特殊だと思うんですけど、まあ、結婚が決まりまして、
はい、はい、子供もまあ同時期にできてしまいまして、なるほど、はい、はい、やはりその飲食業界っていうのはやっぱり給料の面考えるとなかなか雇われで、ね、家族にしっかりじゃあいい環境を作ってあげるかなと思うと、うん、自分の中ではそうではないのかなと思いまして、うん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 、ちょっと家族にいい思いをさせたいなと思って、うん、お金を稼ぎたいと思いました、うん、でその中で、うん、まあ本当、まあ、大きい会社に入ってもいいでしょうし雇われながらね頑張っていくのもいいでしょうし、うん、まあ自分でもうバンとやってもいいでしょうしという中で、まあ、自分はもう独立を前から考えてはいたので、うん、はい、その他まあ家族ができたっていうことで僕は独立を決意しました、うん、はい、なかなか珍しいそうです、ね、とは思うんですけども、まあ本当周りからも相当反対はされました、うん、はい、怖いですよね。そうですね、怖い部分もありましたけど、うん、無駄に自信はありました。そうなんですね、はい、ですし、まあやるからにはもうとことんやるっていうもうその中で自分があったので、うん、そうですね、本当怖い部分もいっぱいあったんですけど、うん、でも今やらなかったら、うん、もうやる機会はもうないのかもしれないっていう思いもあったので、うん、はい、うん、そういう思いで独立を決定しました、うん、はい、結婚と出産と独立が一気に1年でまとまってきた感じですね。すごいターニングポイントですよね。そうですね、うん、そっか、はい、その時の覚悟はすごいですよね。そうです、もう自分の中ではもう一大決心です、うん、借金も背負うし。そうですね、借金も背負いますし、うん、まあでも独立でまあ、背負う借金はもう身になる借金だと僕は感じているので、うん、まあ、今後はそれを、ね、生かしてそれをどううまく返しながらね、うん、お金を生んでいくかと、うん、ちょっと現実的な話なんですけども。いや、いいと思う。身になる借金っていいことですよね、はいはい、うん、ただお金を借りるとは違うので。そうですよね、まあ、まあ、簡単に言えば投資ってことですよね、うん、はい、うん、国分町を選んだのに何か理由がありますか？もともとは郊外を探してました。郊外のを探していたんですけども、はい、やっぱりいい物件に巡り合えなかったっていうのもありますし、はい、はい、まあ、結局物件の巡り合わせっていうのもあったんですけども、うんうん、はい、まあ、時期的にもちょうどこの国分町のこの物件が見つかって、はい、あ、ピン、まあ、ピンときた部分はあったので、あ、ここいいなって思った部分はあったので、うん、うん、はい、その前にもやっぱりいろいろあって、はい、いいなって思った物件はあったんですけども、はい、ちょっと流れ的にうまくいかなかったこともあって、うん、はい、その中ですごくいい物件に巡り合えて、まあ、その1回あダメだったなってとこも自分の気持ちで押し通せなかった部分もあったんで、うん、そういった部分もちょっと経験としてあって、うん、今そのこの物件に出会った時に、うん、あ、もう押し通していこうと。おー、なるほど。これ多分緩んじゃったらまた、ね、流れちゃうなと思ったんで、その経験もあって、うん、グッといけた部分もあって、うん、まあ、国分町もずっと長かったので、はい、はい、多少あの知り合いの方も多いので、はい、やりやすい環境ではあったので、うん、はい、そうか、慣れた土地だし、その物件のタイミングも本当に合致したというか、はい、そうですね、やっぱりそのタイミングはあったと思います、うん、はい、その時にはこのスタイルにする、この炭火焼きと日本酒のお店にするってもう大体決まっていたんですか？はい、やっぱ炭火焼きはすごくやりたかったのと、うん、あとその日本酒今メインで使ってるんですけども、うん、日本酒っていうのはそこまで考えたらなかったんですね。あ、そうなんですね、はい、うん、本当ここオープンする前に、はい、文化横丁の、うん、シュシュっていうお店でアルバイトさせていただきまして、うん、あ、そうなんですか。シュシュさんで、うん、その日本酒に僕出会いまして、得意ですもんね、はい、うん、そこで日本酒ってこんな美味しいんだと、ああ、はい、すごい、はい、気づいちゃった。気づいちゃいまして、でもシュシュさんにいたの2ヶ月ぐらいなんですよ、うん、はい、その中でもともとその食べ物で考えた部分がちょっとお酒にも目がいい、でよし、じゃあお酒も取り入れようと。もうすごい本当簡単な感じなんですけど。いや、でも柔軟に取り入れたんですね。いや、
ね、でもすごい本当そこのお酒との出会いがすごく感動的だったので、うん、これはぜひやるべきだなと思って、うんうんうん、はい、取り入れました。はいはい、そうするとこのなんていうの、料理とのペアリングとかももうその2ヶ月間でバタバタとこう勉強しながら、そうですね、勉強しながらその主婦のオーナーさんに教わりながら、はい、いいですね、そういう横のつながりがあって教えてもらえる環境があるって。そうですね、本当、はい、僕は酒飲みのことに関しては師匠って呼んでまあ同級生なんですけど、そうなんですね、同い年なんですけど、本当そこで出会って教わったことはすごく大きかったので、はい、とりあえずその日本酒があんなに並んでるお店ってあんまり僕は知らなくて、うん、今でもやっぱりお寿司屋さんだったりとかもつ鍋屋さんだったので、うん、正直お寿司屋さんもやっぱりすっきりめの日本酒だけだし、うん、はい、でもつ鍋屋さんでも焼酎が強かったので、うん、そういうそこまで日本酒を知らなかったですね、そんなにこんなにいろんなお酒があるんだっていうことと、うん、そしてその主婦さんはその燗酒が強いんですけど、うん、その燗酒に対してのイメージがガラッと変わってこんなに料理に合うんだっていう、うん、お酒ってこんなに料理に合うんだっていう感動を主婦さんで学びました、うん、はい、そのバイト終わりとかにちょっとお酒を飲ませてくれたりするんですけど、うんうん、その時にちょっとなんかお出汁系のお料理ちょこっと出してくれたりすると、うんうん、そのやっぱお出汁とあったかいお酒がすごい、うん、こんなに合うんだみたいな、うんうん、そういう感動をちょこちょこでバイト中に与えてくれるんですよね、うんうん、そういう部分でお酒ってすごいなと、うんうん、はい、思いまして、そこがすごい感動したので、うん、ぜひちょっと本当つけ焼き場なんですけど、うん、自分のお店でもやってきたらいいなと思って、うん、いろいろ教わりながら、うん、今に至ってますね、うん、はい、感動したお酒の種類って覚えてますか？ですね、一番最初に飲んでうわって思ったのは何だったかな、一番最初は何だったかな、銘柄ですね、まあ、飲みすぎて相当飲んだんで、はい、なんですけど竹鶴か、はい、玉川か、はい、岩木ことぶきか、いや結構なんだそこら辺の結構熟成系のお酒ですかね、を飲んだ時に、うん、こんなお酒があるんだって多分思ったんで、うん、なんか熟成系のお酒だったと思います。はい、そっか、はい、でこれがヒットするか、ヒットするというか佐々木さんに響くかもと思っておじさんはこうやってくれたんですか？多分私もすごい興味津々だったんで、こんなお酒飲んだことないし、これどんな味するんですかね、すごい興味はあったので、それに対してちょっとね、よくしてくれたかなって感じですね。飲みるって、はい、まあ、基本やっぱり日本酒に合うようなメニュー構成にはなってると思います、うん、はい、やっぱりその炭火焼きとかであれば炭火の香りだとか、うんうんうん、あと日本酒に合うお出汁系の料理なんかもなるべく入れるようにしてますね、うん、こだわりとしてはやっぱり季節のものをしっかり取り入れて、うん、正直難しい料理ってそんなないんですけども、うん、一つ一つを丁寧に作るように心がけてますね、うん、はい、うん、確かに見るだけで日本酒飲みたくなる、はい、仕入れ先とかも何か気をつけたりとか、そう、魚に関してはやっぱりなるべくいいものを使いたいなっていう思いはあるので、うん、はい、魚屋さんはしっかり選ばせていただいています、うん、はい、こういうメニューは、まあ、本日のおすすめって書いてますけど、はい、これ毎日変わるんですか？まあ、そうですね、毎日書いてますね、うん、あ、そうなんですね、はい、うん、毎日の仕入れでやっぱり食材も変わってくるので、うん、その中でいろいろ変化しながら、うん、結構常連さんで連チャンで来られる方もいるので、あ、そういう時に多少やっぱり変化があった方がお客さん、うん、はい、うん、
なんかある食材でこれとこれできないって聞かれた時に、あ、できますよっていう簡単な答えられたらいいなっていう思いがありますよね。はい、お客さんとしては嬉しいことですよね。そうですね、ね、わがまま聞いてくれて、はい、もともとそのオープンするときに思っていたことがあります。もともとその広くないお店を考えていて、うん、自分の目が届く、うん、全部に届くようなお店っていうのをイメージしたので、はいはい、そういった中で何かお客さんと会話しながら、うんうん、お客さんが求めているようなものを提供できたらいいなっていう思いがすごくあったので、うんうん、はい、そこでそういうふうなメニューのお店とか、つかぬこと伺いますが、はい、独立してよかったですか？はい、ちなみにどんなところが一番良かったなと思いますか？どんなところが、はい、やはり自分のお店だっていうことですね、うん、一番は、うん、でやっぱり自分の思ったようなスタイルで、うん、営業ができると、うんうんうん、はい、ことですかね、一番いいことは、うんうん、その自分が思ったようなスタイルっていうのを、はい、その何でしょう、こうそれに気がついたらやっぱり独立を選ぶべきだなと思いますか？どうでしょうね、そこはどっちがいいとは、まあ、雇われてやっていく方がいいか、うん、独立がどっちがいいって言ったら別にどっちでも僕はいいと思うんですけども、うん、はい、だから本当に独立したいんだれば間違いなく独立はした方がいいでしょうし、うん、まあ、誰かの下で、まあ、会社の組織の中で頑張っていくんだって思いがあるんだれば、それはそれはすごく素晴らしいことだと思うので、うん、はい、どっちがいいってことはないと思います、うん、はい、お客さんが入ってても、はい、繁盛してるなって感じないお店もあるんですよね、うん、ここは不思議なんですけど、やっぱり従業員と、うん、そのお客さんとの掛け合いがすごく多いお店だったりとか、うん、すごい笑い声が多いお店って、あ、繁盛してるなってすごく思います、僕は。そうか、はい、そのコミュニティになってるという感じ。そうですね、まあそのお店の雰囲気もよるんですけど、うん、まあ高級店であればそんなワイワイはならないでしょうけども、やっぱりその従業員とお客様とのコミュニケーションがやっぱりしっかり取れていて、はい、お客さんがやっぱり笑顔でいるっていう姿を見ると、はあ、繁盛してるのかなっていうイメージがありますね、うん、はい、なるほど、うん、まあ忙しい忙しくないではないですけどね、うん、そういった、うんうん、従業員とお客さんの掛け合いの姿だったりとか、うん、笑顔だったりを見ると、うん、はあ、繁盛してるのかなって思う時はありますね、うん、はい、忙しいだろうなとか、あとの店、うん、忙しいんだろうなとかっていう、うんうん、勝手なイメージではありますね。なんか分かりきったこと聞きますけど、こちらのお店はその、はい、もちろん繁盛してらっしゃいますね。僕はもう常に笑顔を心がけてるので、はい、うん、基本笑顔で出迎えて笑顔でお帰りいただくっていうのが、はい、うん、僕の思いなので、うん、はい、いつも笑顔のあるお店にはしたいなと。結構カウンターがのイメージが強いので、はい、お客さんから結構いろんなプライベートのお話とかもされたりしますか？そうですね、多いですね、プライベートの話も多いですし、うん、はい、ね、食べ物の話も多いですし、うん、全然違う話もね、たくさんありますしね、うん、はい、家庭の話だったりだとか、うん、はい、ね、国分町なんでいろんな夜のお話もいろいろ聞いたりとか、うん、佐々木さんに話しに来るみたいなのもあるんでしょうね、やっぱり。そこまではない、そうではないか、まあ、いるから話してるだけかもしれないですけどね。の話しやすい雰囲気ではあるのかなと思うので、うんうん、いろんな話をお伺いしながら、わいわいと楽しく話してもらいますね。と、うん、しては、まあ、まだ1年8ヶ月なので、はい、とりあえずはこの今のお店をしっかり形作っていって、いいものにしていきたいなと、うんうん、まあ、お客様の満足度がしっかり、ね、上がるような形を作っていきたいなっていう部分と、
まあ、あといろいろやっぱり従業員も、ね、多少増えてくると思うので、そういう中でそういう従業員たちが、従業員の方たちが働きやすい環境っていうのもしっかり考えていかなくちゃいけないなっていうのは思っているので、うん、もし何か独立を考えている子がいるんであれば、うん、まあ、そういう経験だったりとか、うん、うまくさせてあげたらいいのかなっていう、うん、まあ、例えば2店舗目指すときに、じゃあそこの立ち上げを一緒にやってみるとか、うん、はい、そういう中でやっぱり飲食をやる中で、うん、なんだ飲食、まあ、独立、なんだろうな、まあ、飲食やりたいとか独立したいっていう人たちがいるんであれば、そういうところをちょっと尊重しながら、うん、まあ、自分も一緒に楽しみながらできたらいいのかなと思うんですよね、うんうん、そうか、じゃあ、例えば2店舗目を出すっていうのは先じゃなくて、その従業員のことを なんか、ね、そうですね、まあ、やっぱ人がいないとお店って必ずできないので、うんうんうん、ただじゃあ2店舗目やりますっていう話が先になっちゃうと、うん、まあ、そういうお店もたくさんあるんですけど、うん、まあ、それはそれでいいのかもしれないですけど、僕的にはやっぱり人がいてのお店だと思ってるので、うんうん、まあ、そういう人材がいた時にやりたいという人がいるんであれば、うん、まあ、その技量と、うんうん、まあ、測った上で、うん、そういうお店を任せてもいいのかなというのがありますね、うん、はい、一緒にできたらいいかなと思いますね、はい、佐々木さんにとって飲食って何ですかね飲食とは何ですかね、はい、飲食、まあ、すごく食事という食事ってすごく人の中で大事なことだと思うんですけど、うん、まあ、飲食業、まあ、お金をいただいて食事をしていただいてっていうんで、うん、人的やっぱりあの美味しいものを食べた時にすごく笑顔になれるだなっていうのはすごく感じているので、はい、まあ、飲食難しいですね食べて笑顔になるそうですね、今の思いではもうずっとやっていきたいなとは思ってます、飲食は、はい、常にやっぱり現場にもいたいなとは思いますし、うん、まあ、これから、ね、どういう状況が変わってくるかは分からないですけど、うん、基本やっぱり現場にいて、うん、お客さんの顔を見ながら、うん、接客をしながら、うん、その会社の自分のお店だったりとかをしっかり作っていけたらいいなとは思ってます、うん、はい、まあ、これから飲食業を始めたい人、まあ、今一生懸命やってる人はたくさんいると思いますけども、すごい飲食って楽しいので、盛り上げていきましょう。はい、短い言葉ですが、まあ、聞きたいことがあれば先まで来てください、まあ、常連のお客様今たくさんいらっしゃいますけども、本当、オープンの当初から支えてくれるお客様がすごくたくさんいるので本当感謝しております、これからも本当料理とか一生懸命やりながら、もっといいサービスをできるように私含め14一度一生懸命やっていきますので、今後もよろしくお願いいたします。